マキシム・ギュイオンマキシム・ギュイオンはフランスの騎手であるマイエンヌ県ラバル出身2003年14歳でシャンティの騎手学校に入学しアンドレ・ファーブル9社に所属2005年5月に見習い騎士免許を取得し同年8月15日に初勝利を飾る2008年1月3日にプロ騎士免許を取得同年は63勝を挙げ フランスリーディング10位となる。2009年7月14日にキャバルリーマンでパリ対商店を勝ち G1 初制覇。同年は113勝を挙げリーディング3位となる。2010年5月16日にロペデベガでプールデッセデプーランを勝ちクラシック初制覇。6月6日には同馬とのコンビでジョッキクルブ賞も制し2冠を達成した。 6月16日、バイワードで、イギリスのプリンス・オブ・ウェールズ・ステークスを勝ち、フランス国外の G1 発制覇。8月14日、エルメスカップに、フランス代表の一員として出場し、見事優勝した。同年は125勝を挙げ、リーディング2位。獲得賞金では1位に輝いた。また同年の11月27日、第24回ワールドスーパージョッキーズシリーズに、 出場し、日本での初起場を果たす。シリーズでは8着が最高で11位に終わったが、翌11月28日、東京競馬の第4競争をあんなどんなで勝ち、日本での初勝利を挙げる。そして第10競争の第30回ジャパンカップでは、ビクトワールピサに起場し、勝ったローズキングダムから、花さの3着に入った。2011年は156勝。 2012年は157勝、2013年は198勝を上げ、2010年から4年連続でリーディング2位の座についている。2014年1月11日から1月31日までの期間で初めて日本中央競馬会の短期騎士免許を取得した。ありがとうございます。